憧れのスイスフラワーハイキング第2日目朝8時サンモリッツのホテルを出発、約60キロのベルリナー線を南下、イタリア領ティラノまで全線走破します。ベルリナー線は明日乗車予定のアルブラ線とともに、スイス最大の鉄会社レイティッシュ鉄道が誇る100年の歴史と伝統の鉄道路線で、2008年7月7日に世界文化遺産に認定されました。アルプスの雄大な大自然を壊すことなく切り開いた驚きの鉄道技術、そしてその鉄道と見事に共存しつつ現代に残された美しい景観は、最も感動的な鉄道区間として今も昔も多くの観光客に親しまれています。人気の絶景ルートベルリナ特急の路線で、氷河特急の一部区間でもあります。1910年に開通したベルリナ線は、歯車を使ったラック式鉄道ではなく、一般的なレールを使った鉄道で、アルプス最高地点を走る鉄道として、その技術が大きな話題となり、後に作られるさまざまな鉄道計画のモデルになったと言われています。360度ループ橋は高低差解消の技術の一つです。サンモリッツから万年雪をかぶった 4000m 級のベルリナ山群の名峰や、氷河が輝くアルプスの世界を通過、ブドウ畑や栗林に囲まれた素朴な谷を越え、イタリアのティラーノまでの約60キロの縦断ルートで、海抜2253メートルから海抜429メートルの高低差を結び、絶景の連続です。ティラーノで昼食の後、チャーターバスでベルリナ線を北上、ディアボレッツ駅まで戻ります。そこからディアボレッツァ展望台に登り、アルプス五大名峰のベルリナアルプス観光です。4000メートル級の名峰と氷河を楽しみます。ディアボレッツァ駅は海抜2093メーター、展望台は海抜2978メーターです。ロープウェイは標高差1000メートルを10分ほどで結びます。
ャツ麦わら帽海のとどろき、もう一度大花火で会った夏が嫌わず食べますか、約束した携帯に焼き付けたあなたの笑顔が眩しくて、ロープウェイで下山後、再びチャーターバスでさらに北上、メルリナ線のモルテラッチ駅まで戻ります。そこからモルテラッチ氷河までの1時間のハイキングです。途中、種々の高山植物の花々を楽しみます。その後、三度北上、チャーターバスでサンモリッツへ。15キロ30分で2連泊の宿ローディネーラーです。